皆さんこんにちは、編集長マジです。今日は青春 MT がヤバすぎるということで、韓国からやってきた最新情報をお伝えしたいと思います。ということでですね、昨日ね、かなりホエンっていうくらい韓国ドラマ大好きな皆さんにとってはもうすごく一大事件のようなニュースが舞い込んできたんです。それが新バラエティ番組青春 MT がなんとレジェンドたちが集うということで、もう今もう本当にありえないレベルでの人々が揃っているっていう、ここ再開するのみたいな、このチームまた見えるのみたいな、新しい韓国ドラマの楽しみ方ができるようなバラエティがね始まるらしいんですよ。そのニュースについてですね、取り上げざるを得ないということで語っていこうかなと思います。ということでですね、早速どうぞ。はい、ということでやっていくんですが、その前に、はい、私地上波初デビューをいたしましたベイビーブローカーの映画のですね特番、ご覧になった方いらっしゃいますか？ついにですね、東京では昨日から配信が、多分日曜日だと思うので土曜日に東京では放送されたみたいなんですけど、ご覧になった方いらっしゃいましたでしょうか？どうだったかな？初めてで結構ドキドキもありつつみたいな感じだったんですけど、なんとなんとですね、地上波の方にお邪魔させていただきまして、 YouTube を飛び越えて語るという機会をいただきました。映画自体もね、もうすごいね、日本でもかなり話題にもなってるし、連日ねワイドショーだったりいろんなところに顔をね俳優さんたちが出してたりとかもするので、こんなに人気になるとはっていうところではあったんですけど、かなり注目度の高い作品になりました。見られた方々もですね、続々と感想が上がってきているなっていうふうに思うんですが、皆さんご覧になりましたか？ぜひですね、私を見つけた方はコメントお願いします。そして感想も教えてください。まだね、私も見てないから大丈夫かな、すごい心配なんだけど、ぜひ見つけたらですね、ストーリーとかでタグ付けしていただけると嬉しいです。お願いします。はい、何これ。では早速本題に行きましょう。本題は K スタイルでまず報じられたんです。日本ではパクソジュンからパクボゴまで人気ドラマ3作の出演者が再集結、新バラエティ番組青春 MT 9月に放送予定っていうのがですね書かれたんです。韓国アイドルが好きな人あるある、好きな言葉再集結、そしてカムバック。再集結と読んだらもう私無条件その記事をクリックしてしまうっていうね病気にかかっておりますが、再集結って言われて、どういうことみたいな、パクボゴム、パクソジュン、ほうってなって記事を読み進めていったわけですよ。これね、ご覧になった方もね多かったんじゃないですかね。そしたらですね、なんと1行目からね、韓国を代表する俳優たちが MT 過去合宿旅行行くみたいなのを書いてて、 MT っていうのは韓国のバラエティ番組でよくね使われる合宿みたいな感じなんだけど、日本でいうところのリクリエーション旅行みたいな感じかな。どっちかっていうと、どっちかっていうと修学旅行っていう意味合いで使われる時もあるし、1泊2日とかでチームビルディングのためにとか、なんかを深めるためにソロ合宿に行くみたいなとこを MT ってね言うんですよ。こちらはですね9月に公開予定らしくって、雲が描いた月明かり、イテウォンクラス、アンナラスマナラ、この3作品の俳優たちが総出動するらしいんですよ。この3作品並べられただけでももうすごいわかるじゃないですか。コンナラちゃんでしょ、パクソジュンさんでしょ、イテウォンクラスは、雲が描いた月明かりはパクボゴムくんとキムジョンちゃんですよ、アンナラスマナラはチチャンクくん、あとその他大勢がいるわけじゃないですか。その他大勢でまとめてちょっと申し訳ないんやけど、がいるってわけじゃないですか。ただそこで各ねドラマの人たちで旅行行くっていうのだけだってもうめちゃくちゃ面白いんだけど、それが合同で行われるっていう、この前代未聞感ね、やばくない？だってパクボゴム、キムユジョン、ジニョン、チェスビン、クァンドンヨンが出演するって、クムが描いた月明かりはね、ウィテオンクラスはパクソジュン、アンボヒョン、ナラちゃん、リュギョンス、イジュヨン、あ、イジュヨンさんね、ベイビーブローカーも出てたけど、アンナラスのマナラはチチャンク、チェソン、ファンイニョプ、チヘウォン、キムボユンがやるということで、ここ繋がるのみたいなコラボも見えるかもしれないみたいなところで、すごくない？これは見るしかないでしょさすがにみたいなのをめちゃくちゃね思いましたね。もはやさ年末の受賞式なのっていうぐらいのさわちゃわちゃ感じ。俳優さんたちが作品を飛び越えてまた再会した時ってさ、なんかわー再会したら嬉しいなってなるんだけど、それ以外に再会することってプライベートを覗くことしかできないから、またあの3人が見えるんですねとか、あーみたいな、役として見たらいいのか俳優さんとして見たらいいのか本当に謎なんだけど、でもそこを見れるっていうのはもうめちゃくちゃ最高ですよね。キムソンヨンプロデューサーが企画に参加して注目を集めているっていうことで、そんな彼プラス韓国で、ね、伝説的なバラエティ1泊2日のシーズン3の脚本家チスンヒョクさんが合流してたりとか、あと知ってるお兄さんなどバラエティ番組で感覚的な演出を披露したチョンジョンちゃん、
プロデューサーが演出に参加して、出演時と同じぐらい豪華な制作陣の組み合わせも誕生を知らせ、期待を高めたっていうことで、すごいね、マジで期待とかレベッチャーし、出演料大丈夫っていう今世紀最大の やばすぎるお祭りが始まるっていうことですよね。これアンナラスマなら雲が描いた月明かり、あとイテウォンクラス、この3つの集まりなんだけど、でも実はコンビニのセッピョルだったり、あと都会の男女の恋愛法、怪しいパートナーでも再会がまた生まれているんですよ。でこれどういうことかっていうと、コンビニのセッピョルはチチャウンクさんとキム・ユジョンちゃんが出演されていたので、ここも見える。そして都会の男女の恋愛法でいうと、チチャウンクさんとあとリュ・ギョンスさんが見えると。で最後、怪しいパートナーはチチャウンク君とコンナラちゃんが指定されていたので、もうここのね再会具合も見えるっていうのと、動画とか写真とか出回ってるのがあるんだけど、わーみたいな、こうやってさ、私こうやって、あ、この人この人この人みたいな見てさ、もうめっちゃ楽しみ。私アイドルの MT とかのバラエティ密着リアリティショーみたいなのめっちゃ好きなんですよ。めちゃくちゃに最強ちゃうみたいなのをめっちゃ思って、特に私雲が描いた月明かりチームといいますか、キムヨジョンちゃんとパクボゴン君とあとジニョン君、この3人の関係性がすごい好きだったんですよ。私あのジニョンさんが報われない死を遂げたっていうところがすっごく気になってるので、ずっと気になってるというか、もう許せないというか、モヤモヤしてるので、個人的にはね、そこをねまた別の角度から見せていただけるっていうのはもうすごくすごく最高ですね。本当にね最高だし、スポっていうかスポイラーってよく言うじゃん、アイドルがカムバックする時とかも、今回は蝶々のコンセプトの、例えばバタフライで曲がやるんだったら、みんながなんか蝶々のこんな感じでなんかライブでやっちゃうとか、蝶がさみたいなのをめっちゃ言っちゃうみたいな感じで、ネタバレね、ネタバレすることが結構あるんだけど、これも結構ネタバレされてて、放送でね収録の時の写真が結構出回ってるわけよ今。その中でもなんとですね、イテウォンクラスメンバーのスポが上がってきてたんだけど、タンバムティ、タンバムって書いたやつをさ、みんなでさ T シャツ着てさ、パクソジュンさんとボヨンくんが並んで料理してるところの写真が出てきたりとかするわけよ。この二人が並んで料理する図ってレアすぎない？だから幻みたいな敵同士やからさ、ドラマじゃ。だからそんなこと絶対にないよ。てかもはやキッチンに立つことをしないのよ、ほぼね。マジかみたいな。しかもさ、二人がタンバムって店の名前書いてるからさ、いやあなた絶対タンバムつけないでしょみたいな人もつけてるわけじゃん。もうだからその時点でもうめちゃくちゃおもろいやんみたいな。早う見たいわ、それは。大好きな二人が並んでるだけでもすごいし、私パクボンくんとユージョンちゃんを見ただけでも泣けるかもしれないっていうぐらい、すごい個人的にもう楽しみっていう。こういう企画ね、やって欲しかったけどなかなか実現が難しかったりとかするじゃないですか。制作サイドからそうやって攻めていくっていうのは結構大事だし、日本でもどこから見れるのかわからないけど、もしこのチャンネル結構業界の方も見られているっていう噂なので、ぜひですね見れるようにしてください、お願いします。そしてね、私全然関係ないんですけど、やっぱりこうやって韓国ドラマを語ってる手前、やっぱり韓国ドラマ巡りしたいと思って、ソウル行けるようになってきたじゃんか、もうそろそろね。だからどうにかツアーとか作れないかなと思ってちょっと試行錯誤してるので、そのあたりもですねやりたいぜみたいな企業さんいたらぜひご連絡ください。皆様にですねご提供できるかもしれないので青春 MT の会場とかもね、もしかしたらレジェンドになっていくかもしれないから、もうめちゃくちゃ楽しみっていう、青春 MT がヤバすぎそうだよっていう、これ伝説になるかもしれないよっていう今日のお話でした。だってもうメンツがやばすぎてこれは語らないとと思って語ってみました。いかがでしたでしょうか。もうそろそろですねライブ配信とかもして皆さんとお話しする機会を作っていけたらなと思っておりますので、ぜひこれからも楽しんでくださいということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムとツイッターと TikTok をやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アニョン。